はい、田山の公園です。おはようございます。今ですね、池袋東、今ですね、東口にいるんですけども、ここからですね、池袋西口にあるですね、ちょっと、見てみたいみたいなですね、何回もちょっとコメントいただいてるですね、極真会館総本部、ちょっと行きたいと思います。極真会館総本部ですね。こっち歩いていくとですね、行けるので、で、今、一旦、東口から西口にちょっと出ないといけないので、ピーパルありますね、ピーパル。懐かしいなぁ、これよく行ったなぁ、学生時代に、ピーパル。これ FM が入ってるんですよね、ここ。あ、FM を流してたのか。で、これはですね、今、地下、歩いて通っていく。ちょっと転びそうになりました。ちょっと本当にね、気をつけなきゃダメですね。ちょっと行きますね。はい、この地下 V ロード、ちょっと歩いていきます。 V ロードですね。天井多分これあれですね、170センチちょいですけども、もうちょいつきそうだから、多分2メートルの人が歩いたらこれ天井ついちゃいますね、これおそらく。極真空手総本、あ、極真空手、総本部ですね。で、2カ所ってあるんですけども、国際空手道場連盟、極真会館、総本部道場というのがですね、2つあるので、初めに道場の方行って、それから、ちょっとですね、総本部の方、ちょっと行きたいと思いますんで、ちょっと、今から、ちょっと向かいましょう。西口に出てきましたんで、西口北ですね。ここからこっち歩いていきます。ここからこっち歩いていきますんで、西口ボサロ、どっちの方向かって分かんないですけどね、ちょっと歩いていきますかね。まあ、結構な距離だと思うんで、多分おそらくですね。もうちょい行ったらこれ左曲がらないといけないんで、ちょっとですね、進みましょう。ちょっと、靴の紐が取れちゃったんで、一旦ちょっと切りますね。一旦ちょっと切ります。はい、もう一回再開です。はい、まずはですね、まっすぐ行きまして、今こんな感じで行ってるんで、もうちょい下ですね。これ左ですね、これ。左。左曲がらなきゃダメですね。左曲がりましょう。ちょっとですね、なんかこういう渋めのところを通るかな。渋めとか、ちょっと、こっちの方を通りますか。多分おそらくこっちの方だと思うんで、行きましょう。よいしょ。
メトロポリタン通り、ちょっと遠回りしていましたけどね、ちょっといい感じで歩いています。もうちょい行ったらですね、カラオケ歌広場の方、西池袋1丁目ルミネ、自由学園飛鳥館、明日館か、やっぱりなんか今日はちょっとあんまり寒いですね、風が強い、結構分かんなきゃいない感じなんで、今度ここ泊まりたいんですよね、ホテルメトロポリタン、メトロポリタンこれ泊まりたいんですよね、今度時間があったら泊まりたいなと思いますけど、メトロポリタンが鎮座してますけどね。あ、ちょっとこれ諦めよう。こっちは東部のですね、管轄ですけどね、いろいろこんな感じで撮影ですけども、まあちょっと待ちましょう、一部歩車分離式になってますからね、こうしょうがないです、ちょっと待ちましょう。あともうちょっとでですね、国際空手連盟、極真会館総本部道場がもう近くにちょっと見えてきましたんで、じゃあ行きましょう。こっち。もうちょっとです。もう着きます。もう、そんなに時間がかかんなかったですね。よいしょ。ここが、まずは一箇所目。皆さんが、ですね。白熊さんからですね、コメントいただいてですね、ちょっと何回か、池袋に総本部があるということでちょっと話を伺ってたんで、ちょっと行きたいなと思います。そこちょっと曲がりますね、曲がりますとか渡ります、渡ったところにもちろんありそうなんで、もうちょいですね、
はい、当たります。ここまっすぐですね。どうでしょう、もう着くかな。ちょっと間違えたかな、一本。そこ右か。ここか、国際空手連盟、極真、ちょっと極真空手。あ、国際空手連盟極真会館って書いてありますね。ここで訓練なさってるんですね。塩川さん、第1ポイントちょっと言ってきました。国際空手道連盟極真会館ですね、行ってきました。ちょっと次のとこ行きます。次はですね、極真会館総本部ちょっと行きたいと思います。だってかな。ちょっと行きましょう。今ですね、国際空手道連盟、極真会館、総本部道場でしたけれども、次行くところはですね、極真会館総本部ちょっと向かいたいと思います。まっすぐですね。で次を、また信号を渡ります。また信号を渡ります。で次はですね、まっすぐ。あ、失敗した。これ渡んなく、あっちだったわ。マジ失敗した。まあいいや。はい。それで行きまして。もうすぐ目と鼻の先にですね、ありますので、ちょっと行きたいと思いますけども。
ちょっとこれ当たったのが失敗ですね。失敗の巻きでした。そこの信号またちょっと疲れた。渡ります。ちょっとワープします。あんまり私も学生時代こっちの方が来たことないですね。正直あんまこっちの方が来たことないです。ちょっと渡ります。あ、またそこはしょうがないか。諦めよう。諦めよう。間違いだ。下こいたな。今逆の方歩いてた。やっぱり本当台湾バームクーヘンあれだな。もう本当に腹立つな自分に。逆の方歩いてて全然気づかなかったわ今まで。バカ野郎ですわ。全く逆の方歩いてた。もうとっくに過ぎてるはずなのに。ああこれどこにも腹をなんかぶつける場所がないからこういう時嫌だな。自分をちょっと今殴りたいわ。ああしゃあない。やっちゃったもんは。写真屋さん55っていうのがあったんですよね、大英系で。これまた違いますけどね。西池袋このタワーマンがそびえてます。タワーマンションテストしたら曲がりましたらすぐなんで、行きましょう。よし。
し、着きましたね。ちょっとここですね、極真空手、これですね、国際空手道連盟総本部、ズドン、ここですね、ここ来たかったんですよ、国際空手連盟、総本部。白駒さん、これ分かりますか？こちら国際空手連盟のですね、極真空手の総本部です。もう空手を、礎を築かれたですね、ズドーンって感じですね、控えております。ここは総本部ですね。ちょっとぐるっと回りますね。感じがいいですかね。はい、ちょっと一回失礼します。感じで極真会館さん、今ちょっとまだ朝一なんであれですけど、こんな感じでですね、極真会館さんあります。こんな建物ですね。中にちょっと入ることはちょっとあれなんで、関係者じゃないんで入れないですけども、こんな感じでございます。ようやく届きました。はい、じゃあちょっと戻ってまた正面をですね、映して終わりたいと思います。新会館って書いてありますね。はい、ちょっと回りましょう。ではですね、極真会館のですね、総本部の前からお送りしました。どうもありがとうございました。